はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、この間ですね、大分の方に行って浦和レッズと大分トリニータの試合を見てきたんですけども、0-2で負けました。はい、まあ片道3時間ぐらい、途中ですね車が火事になってて1時間ぐらい通行止めを食らいながら見に行ったんですけども、まあしょうがないですね、負けたものはしょうがないので、次回の試合に生かして、頑張っていただきたいなと思ってます。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日お伝えしていく内容は股関節の痛みについてお話をしていきます。はい、というのもですね、ご質問をいただきましたので、まあ、今日はそれについて、まあ、回答していくんですけども、まあ、左のですね、股関節の付け根が、まあ、痛いっていうご質問をいただきました。はい、ありがとうございます。なので、今日は股関節についてお話をしていくわけなんですが、まずあなたに知ってほしいのは、股関節が痛いと言っても、いろんな原因っていうのがあります。もう風邪とかと一緒ですね。例えば熱があるって言っても、それが風邪によるものなのか、あるいはインフルエンザなのか、あるいは肺炎なのかとか、いろいろあるじゃないですか。それと一緒で股関節が痛い。それもどこかいろんな原因がやっぱあるので、あなたがどれなのかをやっぱしっかり知っておいてほしいなっていうふうに思います。はい。で、今日ですね、今日お伝えしていく内容っていうのは、股関節の前側が特に痛い方についてちょっとお話ができればと思います。はい。で、股関節のじゃあ前がですね、こう痛い、まあ、詰まるっていう人はどこが原因なのかっていうと、はい、お腹の筋肉が原因のことが多いです。で、じゃあお腹の筋肉どこなのかっていうとですね、こちらですね、はい、見えますでしょうか。青とちょっと赤っぽいのあると思うんですけど、これ腸腰筋って言われる筋肉ですね。まあ、詳しく言うと大腰筋と腸骨筋って2つのこう筋肉があるんですけど、実はですね、このちょうど重なってる部分あるじゃないですか。ここの部分がですね、硬くなって、滑走不全って言ってお互いの動きを邪魔してしまうような状態ですね。っていう風になってしまうと、股関節の前側だったりとかがこう詰まる、あるいは痛いっていう方がものすごく多いです。はい。で、じゃあそれがなぜなのかっていうとですね、これ腰の骨ですね。腰の部分から来てるんですけど、ちょうどですね、同じところにこうやって付着するんですよ。同じところに付着します。はい。で、この筋肉たちっていうのは日頃ですね、何してくれてるのかっていうと、股関節をですね、まあ安定、股関節は安定に働いてくれてます。まあどういうことかっていうと、関節がこうあって股関節の足があるじゃないですか。そしたら、これをですね、こう、うまく、この状態で、ぐるぐる動いてくれるようにですね、頑張ってくれてるわけなんですよ、この筋肉っていうのは。ただし、この大腰筋、腸骨筋っていうのが過剰に硬くなってきてしまうとどうなるかっていうと、せっかくこの部分をですね、こういうふうに上手に使えてたものが硬くなりすぎて、まあ、ここをですね、こうぶつけてしまったりとかしてしまったりとかします。はい、なのでちょっとここでいくとですね、本来こうやってスムーズに動いてるわけなんですよ。こうやってスムーズに動いてるわけなんですけど、この筋肉っていうのは股関節を曲げる筋肉だったりとかするので、硬くなってきてしまうと、日頃よりもですね、このぶつかる状、ごめんなさい、動く状態っていうのが変わってしまって、ここがぶつかってしまって痛みが出る方とかがものすごく多くいらっしゃいますので、まあ、ここのですね、ストレッチだったりとかケアをしていくことが、股関節の前の痛みを解決することに一番有効なんじゃないかなというふうに思いますので、今から一緒にやっていただければと思います。はい、そしたらですね、やり方なんですけども、まずあなたが痛い股関節の動きちょっとやってみてください。まあ、歩くのが痛いのであれば歩いてもいいですし、曲げたりとかするのが痛いのであればまずそれをやってみてください。で、やっていただいたらですね、まず仰向けに寝ていただいて、まず皆さんのですね、今回右をやりますけど、右の腰骨を見つけてください。左が痛い方は左の腰骨ですね。はい、ここにポコッとしたのがですね、あります。はい、で、ここのポコッとした骨を見つけていただいたら、ここから指2、3本内側ですね、おへそに向かって2、3本ぐらい内側、ここにさっきの大腰筋と腸骨筋の境目ら辺っていうのが触れますので、まずそこを見つけてもらいます。もう一度言いますよ。ポコッとした骨から指2、3本内側ですね、おへそ側にピッて動いたところ、はい、
膝を曲げてもらうとですね、ちょっとペコってへこむようなところがあるんじゃないかなと思います。はい。そこをですね、見つけていただいたら、真下ですね、真下に向かって指をぐーっと入れていきます。ちょっとズームしますね。ズームすると腰骨にあってちょうどここら辺ですね。でこれを真下下の方向にぐーっと圧迫を加えます。で鼻から息を吸って息をまたふーって吐くときにまたぐーっと下に沈めます。これを3回ぐらい続けていただいたらそのままですねこの手をこっち外側ですね外側に向かってガッと動かしてもらうとですね、おそらくこう骨盤の中というか骨が触れるんじゃないかなと思いますので、まあ、その状態を得ることができたらポジションは完成です。はい。で、この状態を得られたらですね、足を外にこうやって開いていきます。あ、ごめんなさい。こんな感じですね。はい。ちょっと広げますね、角度。はい。この状態からこういう感じですね。はい、こんな感じで30回ほど開いて閉じて開いて閉じてっていうのをやっていくんですけど、注意してほしいのがこの押さえてる手がですね弱くなってしまうとあんまり意味がないんですよ。はい。なので一定の圧ですね、一定の圧をぐーっと加えたまま開いて閉じて開いて閉じてっていうのをやってあげてください。そうすることによって重なってる部分ですね、ここの筋肉とここからこう重なってる部分をうまく割くことができて痛みが軽減する方っていうのがものすごく多くいらっしゃいますので、ぜひですね股関節の前側が痛い方っていうのはこれをやっていただければと思います。はい。なのでもう一回やり方をお伝えしていくと、まず腰骨を探していただいて、そこから 2,3 本内側ですね、内側でそこに対して、まあ、膝曲げてもらった方が入りやすくなると思いますので、真下にぐーっと入れていただいて、まあ、深呼吸ですね。深呼吸しながら真下に入れて、吐くときに入れていきます。でもうこれ以上いかないなと思ったら、こっからガッとですね、外側、ガッと引っ掛けた状態で、開いたり閉じたりっていうのをちょっとやっていただければと思います。はい。っていう感じでやっていただくことによってですね、あなたの痛みっていうのが改善するんじゃないかなと思いますので、ぜひ効果があった方はそれを続けていただければと思います。まだ明日はですね、これをやった後にやってほしいストレッチの方法っていうのがありますので、それをまたお伝えできればと思いますので、興味がある方はですね、ぜひこちらにチャンネル登録するとこあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。